はい、大日曜以上さんの昭和搭載オスメス不明サイズが22センチです。お願いします。はい、新潟大日曜以上さんの、昭和になります。搭載です。こちらの鯉も新しく仕入れた魚ですね。非常に、パターンもよく、ものすごいパターンいいと言ってもいいと思います。顔の模様、そして背中の模様ですね。墨の配置もよく、バランスの取れた模様です。この時期は墨が流れやすいですが、元黒も綺麗に止まりですね、尾っぽの方は墨流れておりません。明るいたらいに入れたりですとか、明るい場所に置いても、全くこの墨が引かないですね。墨が引く魚はですね、こうやってたらいにあげますと、みるみる冷めていくんですが、この鯉に関してはもうバッチリ決まっております。袋詰めしても、対応できるんじゃないでしょうか。紅も明るい紅でですね、非常によく見えます。はい、寄ります。元気ですね。はい、照りのある紅ですね。墨の配置がいいですね。はい、サイド、はい、サイドですね。元気ですね。はい、お腹です。肌もよく抜けておりますね。はい、こちらも一応養魚品評価用にですね、今回仕上げている1匹です。今回は3センチ刻みなので24分になるんですね。はい、そうですね。はい、まだあと1ヶ月あるので、もう23センチぐらいで出したいですね。頑張って大きくします。はい、いかがでしょうか。結構目に留まる模様だと思うんですけどね。雰囲気のある鯉ですね。ちょっと角いっちゃいましたね。出します。はい、いかがでしょうか。大日曜以上さんの昭和搭載、サイズの方が22センチです。ぜひよろしくお願いします。